はい、さてさて、8学ラジオ、ここでゲストの方をお迎えしましょう。この方です。ブンブンハネー。大丈夫、喉ね、大丈夫、大丈夫、最大限に低いところ。そうよ、このくだりやったな。無理してくれてる、無理してくれてる。どうも皆さん、榊原ゆうきです。よろしくお願いします。はい、ニョキ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 キー君、ニョキニョキ、ピタパン、ピタパン、限界も出してくれた。はい、昨年10月以来の登場です。やったー。あら、たけしも出てるわ。何、ニョキニョキって何？キノコが好きなからですね。そう、そうなんですよ。だからそう、たけし君もキノコが生えてるっていうね。そうなんですね、あれ頭にね。ニョキニョキはなんかその決まったキャッチで、なんか全然今初めて言いました。今初めて僕も聞きました。そうなんだ。YouTube で使って。順応性エグー。改めましてよろしくお願いします。お願いします。どうですか、なんか出演後何か体調などに変化はありましたか？大丈夫でしたかね？そう、そうですね、はい、美味しいお酒をいただけて元気になりましたね。よかった、酒が美味しくなった。なんかこんな感じなのにお酒飲めるっていうのが意外よね。いや、もうガチですよ。もう大好きです。大好きです。今一番ハマってるのは、今一番ハマってるのはビールです。限定会議同じなんですよ。ビール美味しい、美味しいですね。ビールと鶏のもつばっかり食べてます。鶏もつね、ジジイって言われたんです。もうほぼ行っちゃったけど、今自分で止めようと思ったけど行っちゃった。いや、もうなんかビールが美味しくなったら本当年取ったねって言われるんです。美味しい、そうだね、こっち側いらっしゃる。じゃあ早速ね、僕ら今お酒を持っておりますが、はい、乾杯しましょう。乾杯しますか。皆様もお手に持っていただいて、せーの、乾杯。コツン、すごい、女の子いた今。乾杯。乾杯。あ、なんか思い出してきた、あざとい女がいるっていう話になったんだ。介入で入りました。そうだ、介入じゃない、介入が来たんだった。絶対あるとありとあらゆるなんか看板を潰してきたような女が。そうだったわ。懐かしいな。懐かしいな。よろしくお願いします。じゃあというわけでいきましょうかね、はい、今夜のメールテーマはテンション爆上がりブンブンというわけで、皆様からいただいたメール紹介していきますよ。はい、八学ネームリリさんからいただきました。ありがとうございます。日野さん、葉山さん、そしてゲストの榊原さん、皆さんブンブンハニー。すごいね、すごいね、すごいよ。さあ、私の最近のテンションが上がった出来事は、学校が夏休みに入ったことです。イエーイ、夏休み、よこせ。やばいやばい。一生に一度の高2の夏、しっかり楽しみたいです。そして8月に短期留学が控えているので、それに向けてしっかり準備します。え、どこ行くの？やば、最高じゃん。どこ行くの？頑張ってるぞ、頑張ってるぞ。酒焼けてるわ。ついていこうとしてるぞ。ウイスキー飲みながら出す声じゃないよ。アイリッシュのロックよ。短期留学、あ、オーストラリアですって。あ、オーストラリア、オーストラリア、オーストラリア、いいな。コアラ、コアラ。アンジュじゃない、コアラと留学するわけないじゃない。コアラじゃない、コアラに留学するの。コアラ留学、コアラ留学、コアラ留学、コアラ留学ってあるの？コアラ留学って何よ。え、留学いいな、一回も行ったことないな、そういうの。え、どこ行きたいですか、留学ってなった広瀬さん。僕でもなんかヨーロッパあたりに行ってみたいかも。あのヨーロッパでなんか、あの演劇留学みたいなのやる、あるらしくって。そうそう、学校ね、あって、お芝居の学校があるじゃないですか、はいはいはい、それで要は学校と提携してるところから留学できるんですって、うん、お芝居で。そう、お芝居だけを学ぶの？お芝居だけを。じゃ、学力いらないってこと？正直。そうかもしれない。でも喋れないといろいろ困るかもしれない。あ、でまあでまあでまあね。そこら辺は必要かもしれないですけど、まあ、お芝居を純粋に学びたいっていう人は本当にもうそれで留学することもできるらしいですよ。でも海外のお芝居って結構ガラッと変わりそうだよね、印象。確かにそう。あと話す言葉も全然違いますからね。そうだね。おーみたいな。それでいけた、すごい。おーおーおー。いや、ボディーランゲージで喋りやってる。え、ゆきくん、どこ行ってみたいですか？
いや僕は、うん、あのドイツに留学してあのビール飲みながらあのあソーセージ食べます。どうしたの？留学だよね。楽しみはそこなんだ。あのね、あのソーセージの歴史を学びます。あでもね、いいねいいねいいね。あの確かに駒田先輩に案内してもらいます。あそうだそうだ。確かにドイツね。連れてくださいよ。えげつないやつ食べたいっす。お城巡りとかね。やっぱ本場のビール。おー、龍神、任せとけ。いや、もう留学じゃなくて普通に旅行なのよ、それは。本場のビールやっぱ違うのかな。いやー、なんか飲んだことあります？濃そうな勝手なイメージ。なんかでも あれですよね、はいはいはい、たまにこう日本で売ってる海外のビールとかだったら飲んだことありますけど、うんうんうん、なんか、うん、なんだろう、現地でやっぱり飲むと鮮度の違いとかあるんですかね。なんか確かに麦芽の味がなんかすごい濃いみたいな。麦なんだ、やっぱ麦が違うんだ。なんか違うらしい。大麦、なんかだって水の質も違いますもん。あ確かに、ね、確かに香水、うんうん、え香水だっけ向こうは、うん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 、ね、飲んでみたいよね。どんな感じなんだろう。あと現地で飲む美味しさは絶対あるよね。うんうんうん、確かにドイツの空気を吸いながら飲みたいね。いいな、素敵な、ね、ドイツ留学したいって。企画立ち上げる。大学でゲストの行きたいところは全部スタッフさんに言っとく。はい、ありがとうございます、ね、短期留学ということで頑張ってほしいですね。頑張ってください、ね、いらっしゃいませ。オーストラリアいいな、ね、いらっしゃい。で続いてまいりましょうかね、うん、8学ネームマメタリアンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。広瀬さん、ハイマスさん、坂木原さん、ブームハニー、やべー、ブームハニー、いつも楽しく拝聴させていただいております。すごい高い声出した方が僕枯れるんだけど。私が最近テンションが上がったことは、うん、リップクリームを全部使い切ったことです。おめでとう、すごい。だいたい使い切らないのに、うん、だいたいなくすよね。ね、本当に。しかもだいたい途中で抜けませんよね。わかる。確かに。てか新品なほどさ、あの先っちょ折れるんだけど僕。出しすぎだぞ。出しすぎだ。シンプルに出しすぎだから。それはシンプルな理由か。楽しくなっちゃう。出しちゃうね。出しちゃうんだよね、あれね、あれね。そう。木村すばるじゃんってこと。確かに確かに確かに。そうなの。そう、ツイッターで更新されてたね。そうそう、なんかツイートツイートされてた。そうそうそう、落ちちゃうの。いや、なんかあのなんか使い切ったみたいな。あ、使い切った。なるほどね。自分に対して症状みたいなことしてる。皆さんもおめでとうございます。そうそうそう。続いていきましょうね。いつも使い切る前に紛失、新しいものを購入というのを繰り返していたのですが、先日初めて紛失することなく最後まで使い切ることができました。生まれて初めてです。やったー、ここじゃねー、僕たちが喜ぶの。やったー、おめでとう。しかし昨日新しいリップクリームを紛失したので、次はなくさないように頑張ります。バカ。あ、可愛らしいエピソード。テンション上がるよね、それ綺麗になくなったらね。いいね、ちゃんと使い切ろうっていうなんか心を持ってやってたのかな、それとも無意識に使い切ったのかな。ちゃんと志高く持ってたんじゃないですか。志高く持ってたのかな。もうだって最後ら辺多分もうドキドキですよ。落ちないように。あれすっごい薄くなったもん塗ってるってわけだよね。そうね、すごい口怪我しなかった。ビビるわ自分と。全然あれなんだけど、化粧品とかって自分で使ったりしてて、うんうん、全部使い切ります、うん、僕結構使い切らなくて、僕パックだけは唯一使い切りますね。ああ。あと化粧水は残り少なくなってきたらパックに無理やり吸収させる。貧乏症、貧乏症、貧乏症ね。大事大事大事よ、大事。なかなかさ、なくならないですか化粧品って。確かに、まあ、確かに確かに。そこつけることが、なんかメイク道具とかも、自分でメイクしたりします？なんかします、たまにありますね、うん、眉マスカラ一生なくならなくない？わかる、女の子たちは絶対わかりますよね。一生使えるよね。めっちゃわかる、永遠に使える、永遠に出てくるの。なんか買い時がわからない。そう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 。なんかあれ高速部分あるじゃないですか、うん、あれこそいだら増えてる気がします。なんかずっと繁殖してとかってくる。繁殖ってやばい、なんかずっと出てくるよね。よく増えてる、増えてんじゃないかってぐらい。そうアイシャドウね、そうそうそう、あ確かにアイシャドウって多分パレットで買うとどうしても好きな色ばっか使うから、そうそう、なくならないよね。 4,5 年前のものが全然残ってる。確かに。あとファンデとか、うん、新しいもの出るとどうしてもそっち使い始めちゃうから。そうですね、絶対残ってる。
あるあるだわ。落として割るんすよね。あ、そうだね。割りがち割りがち。貯めてるやつはね。割っても使うけどね。確かに集めれば使える。そう、集めて押し固めればいいんだよ。プレスすればいいんだよ。そう、そんな感じでも確かに一つのものを使い切るの偉いね。偉いです。あら、上がった、あげだわそれは。おめでとう。幸せな気持ちになるからどんどん読もう。行きましょう行きましょう。はい、続きまして八学ネームルカさんからいただきました。ありがとうございます。はい、イラスさん、早山さん、榊原さん、ブームハニー。ブームハニー。ブームハニー。クソが。はい、ルカ先輩も聞こえた、そんなことないよ。あれちょっとずっともずっともちょっと古いんだよな。はい、いつも、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。私が最近テンション爆上がりしたことは、家でサイゼの栗売り風振り子を再現できたことです。早口言葉じゃない。栗売り風振り子、栗売り風振り子、栗売り風振り子、そう、あ、栗じゃない、サイゼのフリウリ風フリコ、フリウリ風フリコ、フリウリ風フリコ。呼びにく、何よそれを再現できたことだって。え、写真ないの？形状がちょっとみんな調べてみて。フリウリ風フリコ、サイゼにフリウリ風フリコを食べに行ったのですが、販売しておらずメニューから消え去り、テンション下がりに下がってピエン超えてパオンも超え、聞いてる？テンション下がりに下がってピエン超えてパオンも超えていた時に、母の作れよの一言で作ってみることに、意外と簡単だったのでまた作ります。ちなみにこの文章を打っている時に、蚊が飛んでいたのでテンション爆下がりしています。日差しも強いので皆さん熱中症などにはお気をつけください。PS、 葉山さんの傘が壊れませんように。ありがとう、4本目いきました。よいしょ、4本目いきました。ボトルと一緒に傘も4本目です。入れます。今日本当にお祓いしてきた。まとったものをね、まとったものを。フリウリ風フリコ、僕見たんだけど見ました、お二人。なんかイタリアのフリウリ地方にある郷土料理らしいですよ。あ、なるほどね。ポテトとチーズ使って作る料理らしいです。なんかまあグラタンみたいなのをイメージしていただいたら、絶対美味しいやつや。作れるんだ。サイゼのご飯ってなんで299、安っ。いや、コスパが素晴らしい。え、200、え、え、299円、安っ。サイゼのあれより安いんじゃないの、なんだっけ、ミラノ風ドリア。サイゼのフォッカチオめっちゃ美味しくない？あ、フォッカチオやわらかい、めちゃめちゃ美味しいよね。でも一番いいのは無限に飲めるあの赤ワイン。わかる。なんであんな、あれ、あれなんであんな安いの？あと水みたいに飲める。あれなんだ、あれチェイサーでしょ、だから治安悪。そう、あれチェイサー、あれを持って帰ってチェイサーにする。てかもうさ、あの飲み水のところにあれを入れてくれてたらいいのよ。いや、ほんとそう、ほんとにそう。そう、あのフリードリンクで飲ませてほしい、あれ。フリードリンク、あれフリーで欲しい。100入れてグッて。あの机に蛇口が欲しい。あ、確かにいいね。チャリーンって入れたらもう出てきてほしい。そういう居酒屋あるよね。でもあ、なんかあのレモンハイボール、あ、そう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 、が無限に飲めるみたいな。普通になんか机になんかずっと飲み放題みたいな。そう、なんかもうなんかお寿司屋さんのお茶入れるような。やば、例えやば、例えやば。あれのレモンサワーバージョン、あれのレモンサワーみたいな。そう、へえ、おいしいな、行きたい。サイゼってなんであんな美味しいの、マジで、あのコスパで。てかつまみもちょうどいいですよね。そう、生ハム、フォーカチオが、なんか大人になってサイゼの凄さを知る。いや、わかります、わかります。いや、学生の頃本当に予算だった。学生の頃はどのファミレスを網羅してた？でも大体サイゼか、うん、サイゼか、あたいバーミヤン。バーミヤン、あたいはバーミヤンだった。バーミヤン、バーミヤン何頼んでたんですか？バーミヤンラーメンがクソ美味しいのよ。あら、麺類なんか最強ですよね。最強、バーミヤンには勝てないわ。確かに麺で言うと、うん、バーミヤンの右に出るものはいないかもしれない。うーん、サイゼはだからドリアとか、うんうんうん、あとたらこパスタ、あー美味しい。ザイザパスタね。パスタが美味しい。パスタ強かった、強かった。なんかすごい、あの一番あの、なあれなんだっけ、なんかあの一番スタンダードなやつ、何にも。ミラノ風ドリア。一番シンプルね。あ、ペペロンチーノ。あー、美味しい。チーノ美味しいね。マスト、マスト。学生の味方だよね。あと、小エビのサラダ。あー、わかる。わかり、身が深い。あ、ガスト。ガスト。ガストがいた。いや、ガストは、サイゼのちょい上級なの。そうなの、そう。高級なんですよ。チームスカイラークで、ね。スカイラーク勢はちょっとあれよ、確かに。ガスト
ストは高級なのよちょっと。そうガストガスト行けるのはちょっとね、そう、なかなか学生は ね手を出しづらい。ジョナサンとデニーズなんてもっと上だと思ってる。行けないよ。行けないよ。だってデニーズだって場所によってはドリンクはなかったからね。そうなかったなかった。僕らの学生時代特に。その次があれよ、あのロイヤルホストよ。ロイホロイホ。ロイホね。ロイホ。ロイホはね、でもね、僕ねバイトしてる友達がいたからね。なるほど。ちょっといい招待していただいたんですよ。あら素敵なお仲間がいらっしゃったのね。そうなんですよ。めちゃくちゃジョイフルお世話になったな。あー、ジョイフルね。なかなか、うん、ジョイフルはでも僕あんまり地元の周辺になかったのよ。逆に地元の周辺にばっかり。確かにそうだね。多分西日本はジョイフルが多いかもしれない。あ、そうなんだ。え、西日本？あ、あの岡山なんです。そう。あ、そうなんだ。あとジョイフルと多分ココスかな。ココス。あった気がそう。確かに確かに。関東にね、そうそう、ジョイフルないのよあんまり。やっぱジョイフル地域差あるって書かれてるな。関東あんまりない。やっぱそうなんだ。ね。渋谷にあった。あ、昔、渋谷にあったんだ。あとちょっと奮発してステーキのドン行ってた。知ってない。おじさんに刺さった。おじさんにしか刺さってない。どうしよう。え、分かんない方。どこにあったんですか。ステーキのドン分かります。え、でも全然、いや分かりはするんですけど、行ったことはないですね。行ったことない気がする。嘘でしょ。あんなコスパいい、あのなんだろう、あんな優しいステーキ屋さんはなかった、僕らの年で。もうこっちに来ていきなりステーキで生きてましたよ、ちょっと。いきなりステーキはちょっと上なんだよな、僕の中で。そうなんですね。それよりもポピュラーですね。ポピュラー、ちょっとファミレス寄りかな、ステーキの方は。サラダバーとかもあったし。え、いいな、いいな、ステーキ食いながら。今、ビッグボーイって言ったやついた？コメント欄に。ビッグボーイ？ビッグボーイだって分かる。山田うどん。山田、え、分かんない。待って、何？山田うどん。山田うどん分かんない。え、山田うどん、え、分かんないの？どこにあるの？山田うどん知らないっす。嘘でしょ？まあ、確かに店舗数はそんな多くないか。あ、埼玉。埼玉メインかも。はいはいはい、あの東京にも。地域とかでやってる、展開してるか。東京の西地区方面とかにあるかな。あの、なんだろう、区じゃない方。あ、山田うどんはそ、あ、ソウルフードなんだ。花丸うどんでしょ。だって丸亀製麺。うどんっていうとね、丸亀製、丸亀、丸亀、花丸。これちょっと話つけないで。止まらないね。止まらないね。でも上がったわ。ちょっとお寿司は？お寿司。スシロー、くら寿司。何で？なんだったっけな。僕くら寿司で。いや、なんか。寒天寿司。寒天寿司？いやいやいや、回転寿司、回転寿司って何？そんなに行った経験がないかもしれない。なんだったっけな、なんだ、与太郎寿司みたいなのがあった気がする。与太郎寿司、かっぱ寿司。あ、かっぱ寿司あったね。かっぱ、かっぱのマークのかっぱ寿司あったね。かっぱ寿司あったね。あ、浜だろ、だって。浜寿司ね。ほぼ浜、合点寿司、懐かしい。こま寿司？何それ？新幹線に乗ってくるやつ。カッパかな？カッパの方よく行ったかもしれないね。待って、パフェイワシって何？何？大丈夫そう？あ、長子丸！長子丸、千葉県民さん。懐かしい。お皿を入れたらいろいろ回るのはなんだ？あれ、くら寿司じゃないか？ガチャポンですよね。あー、くら寿司。くら寿司、くら寿司。くら寿司でね、あのね、なんか…あれ回した記憶あるの？どれ？え、いや、そのガシャガシャガシャ回した記憶あるの、お皿の。じゃあクラクラ、そう、うん、地味に楽しい。5枚で1回ですよね。そうです、そうです。ね、ありますね。くら寿司でなんか食べ比べてなくて、何枚いけるかみたいな勝負やったな。え、でもちっちゃい頃から僕20くらい目指してたけど。いけた？いけてましたね。え、サーモンですよ、やっぱメインが。分かりみが深いんだが。ーサーモン、あとサーモンの上玉ねぎが乗ってるやつ。あ、オニオンサーモンね。オニオンサーモン、あー、あれはもうずっと食べてましたね。ずっとこの話してるんだね。ごめんなさいね。ありがとうございます。ありがとうございます。揚げでしたね、内容。ね、はい、続いて